ルカニアル政イその時主は他に72人を任命し、ご自分で行くつもりのすべての町や村に二人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の 主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに小羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持って行くな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。 平和の子がそこにいるなら、あなた方の願い、願う平和はその人にとどまる。もし、いなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が補修を受けるのは当然だからである。家から家へと、 渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。私を今日、えぇ、ー、え死、ー、とパウロの手も すみません。今日は、えぇ、ー、セイテモテとセイティトス死去の祝いです。えぇ、ー、で、協会が私たちの前に私たちのアイデンティティ、私たちの、えぇ、ー、えぇ、ー、召し出しを示してくださり、くださる。えぇ、ー、アイデンティティと使命は 一つです。教会に選ばれたら、この、え、テモーテとティータスが二人とも、あの、シトパウロの弟子でした。彼に教えられて、彼に導かれて、彼に学んで、彼らも弟子となりました。神の愛を 人パウロによって経験することで彼らが弟子と人となった。宣教師となった。そして宗教となった。その時には宗教と宣教師は人でした。もちろん、教会の一番、えー、大切な宣教師は宗教です。 宗教の召し出しは、まず、見言葉を伝えること。それは、すべてのクリスト者と同じような使命を持っています。その上には、彼が、教会。自分に、えぇ、ー、委ねられている。自分が扱っている、その教区の信仰を、 固め。ね。確認し、そして強められます。強めること。これは基本的な心教の使命です。父親。父親の姿を持って多くの人を導くこと。だから私たちにはこの二人の心教の姿が語ります。 今日の福音を通して私たちに語ります。私たちの使命も照らされます。父親、母親、子孫など、兄弟でも同じ使命を持っています。つまり、主イエスクリストを述べ伝えること。どこにも、いつでも主イエスクリストを述べ伝えること。主イエスクリスト自身は、 天の国です。だから、今日の最後のクリストの言葉。こう言いなさい。神の国はあなた方に近づいたと。クリストが近づいたと。なぜかというと、弟子たちが先に使わされて、そしてクリストが来られるのを準備するため。弟子たちの後に、イエスクリストが来られます。だから、あなたの後に、あなたの 言葉の後、あなたの行いの後、あなたの存在の後。だからあなたの勉強の後、あなたの仕事の後、あなたの母親としての、えー、仕事の後、クリストが来られます。あなたが、えあの、その、食事を準備した時には、イエスクリストの、えー、道を整えます。 食事をした時には、家事をした時には、あるいは、え、仕事をした時には、勉強した時には、学校にいた時には、どこへ行った時には、あなたがどんなことをした時には、イエスクリストが来られるのをみんなに述べ伝える。みんなに、えー、知らせる。 あなたの行い、教会の行いは、そのためです。神の国が、天の国が近づいたと。私たちのすぐ後。つまり、私たちは門を開く、みたいな感じ。私たち、あなたが子供と話したときには、イエスクリストがその子供に出会うために話します。わかる 私たちのすべての行い、私たちのすべての言葉、私たちのすべての考え、私たちの一日一日、一時間ごと、一秒ごとのすべては、クリストの道を準備する。私たちの使命はこれです。クリストがみんなに出会うこと。みんなに出会うための 準備です。どういうふうに私たちは天の国を準備するのですか天の国が近づくということを実現するのかあるいはその天の国がそれぞれの人々に近づくようにために生きるのか 行うのか、話すのか。大神の群れに、小羊のようなものとして、それが実現されます。なぜかというと、クリストご自身は、神の小羊でありながら、あなたに近づいた。クリストご自身が、自分の、無償の愛をもたらし、もたらして、そして、その愛を示すことによって、 あなたと私に良い、彼と一緒に良い犯罪,犯罪人、えー、にしたように天の国の門を開きます。彼の愛はあなたと私に天の国の門を開きます。だから私たちは教会の中では、教会の中では、キリストに出会うことができます。見言葉が宣言される。 秘跡が私たちに与えられる。兄弟と共に歩む。で、その、教会の中に、えー、する経験は、私たちのために、神の国、天の国の門を開きます。私たちは、教会を通して、向こう側の天の国、向こう側の私たちの運命をあ、味わって、 見て、望むことになります。望むことが始まります。私たちの目的地は天の国です。で、私たちが天の国へ行くのが無理であるから、弱い罪人であるから、天の国が逆に私たちに近づく。教会を通して私たちに近づく。で、私たちはこの毎日の経験をすることによって、私たちも、セイティ ティモテと同じように、死教あるいは宣教師あるいは天の国の一番最初、先都と言いましょうか、になります。みんなのため、あなたの子供のため、あなたの主人のため、あなたの仲間のため、あなたの敵のため、あなたを裏切ろうとする人のため。それす全ては、キリストが私たちに今日、詳しく教えてくださいます。 教会の中では私たちは、子羊の精神をもらう。子羊の霊をもらう。子羊にならない限り私たちは天の国を示すことができます。できません。子羊のように、毎日、生きることができなければ、私たちの近くにいる人たちが天国のことを全然知らない。 知ることはできない。なぜかというと、天の国は小羊の国です。小羊になった神の子の国です。天の国には愛し合うこと。天の国では許し合うこと。天の国ではお金に愛着をしない。富には 命を頼まない。天の国には、クリストご自身が命であり、富である、すべてです。わかりますかだから私たちはこの経験が、教会の中では、できる。教会しか、にできない。だから、教会に召されている。神様はこの世を救いたい。あなたのいとこを救いたい。 あなたの友達を救いたい。あなたのクラスの仲間を救いたい。なのであなたを選んだ。なのであなたに自分の音符を使わせた。そして彼と共に天国の味見を味わわせてくださる。この小羊の霊がないと私たちが虚しく生きることになってしまう。 無意味な生活を送ってしまいます。不自然な人生を送ってしまう。小羊は何をする出されたものを食べる。つまり、あなたの主人があなたに食べさせるその悪い態度、その悪い気持ちを食べる。認める。背負う。奥さんがあなたに、えー あなたの前に出される、その裁き、その、えー、責める心をいただく、食べる。か、みんなと一体となること。みんなのために命をかけること。キリストはそうでした。最後の晩餐に一緒に食事したが、自分自身を食べ物として与えてくださった。同じように、私たちの家族、私たちの郷土体には、 えー、実現されます。行われます。私たちは相手の、相手が出すものを、兄弟が、主人、奥さん、子供、両親など、出すものをいただいて、食べて、で、代わりには自分のすべてを相手に、糧として、慈しみの糧として、許しの糧として、忍耐の糧として与えて、 与えることになる。これは恵みです。教会の中だけ与えられている恵み。この世にはこれがありえないんです。みんな自分を守ろうとする。だから狼です。この世は狼の群れです。仕事は狼の群れです。時々家族さえも狼の群れとなってしまう。で、あなたの家族を救うために、あなたの孫を救うために、あなたの仕事の仲間を救うために、あなたの学 の先生などを救うためにあなたが教会で子羊となったものとして使わされます。そして彼らがあなたに出すものすべて、そして平和をもたらす。クリスト、復活されたクリストが私たちにすべての天霊、すべての災疑、すべての奇跡、御言葉を伝われた時には私たちに与えるその平和をいただいて、その平和のことな でその平和を保って深いのところでは苦しんでも悩んでもファンの中にいてももたらすその平和をみんなに伝わるみんなに与えるそしてそして相手は私たちを決別したら私たちを認めなかったら私たちを追い出されたら私たちの平和を欺別したらその平和は私たちに戻るだから迫害された時には 苦しむも,もちろん、この平和を二倍となる。わかる。増える。増える。だからすべての殉教者は喜んで殉教された。弟子たちは追い出された時には、撃たれた時には、彼らが喜んでそれを受け入れた。キリストの名によってそれができたので、そしてもう平和がいっぱいいっぱいあって殉教されたんですよ。で、それを 相手は、あなたを、私を、キリスト者を、ケ別する相手が、それを見たときには、つまりあなたは、裏切って、裏切られていても、裏ま、裏バれていても、ケ別されていても、無辱されていても、平和を、もたらすだけではなく、保つだけではなく、増えること。つまりもっと、もっと愛を持って、見て、 Eh, sei Esteban tuonagi Sei Paolo ni mukapte, sei Paolo ni taiste. Eh, sei Esteban ga, sei Stefano ga, staioni. Ai Tewa, Cristo Nideau Che Kebezu Stato tanni, anata o kebezu Stato tanni, anata no he wa o mi sarita Cristo Nideau Sorega, itsuka, ga, mi omusubu. Asta, I getsu Ato ju nen atu, jun no toki, Kedo きっと身を結ぶ。これ、私たちの素晴らしい使命です。キリストが全て私たちに全通してくださる。だから喜んで、え、教会と共に歩み、このように行きましょう。このように使わされたもの通して使わされたご羊のように、今日も毎日入りましょう。